はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、4月17日なんですけどもね、皆さん今日はね、何の日かね、ご存知でしょうかね。毎年ね、この4月17日というのはね、世界血友病の日とねされてましてね、世界血友病連盟がですね、1989年にね、毎年この4月17日っていうのを世界血友病デーとしましょうとしてね、制定しました。まあこのね、4月17日という日というのは、血友病というのをね、皆さんに知ってもらいたいという日でございます。まあ、血友病というのはですね、生涯にわたるね、先天的な出血性疾患でございます。血友病の患者さんというのはですね、出血をね、抑制するためにですね、血液中に自然に分泌されているタンパク質であるね、血液凝固因子というのをね、十分に保有してないためにですね、健常に、普通のね、健康的な人よりもですね、止血するまでに時間がかかります。ちなみにね、日本にはですね、約6000人のね、血友病患者さんがね、いるとされています。まあ、生まれつきね、血が止まりにくい病気なんですよ、これはね。血友病デーというのはですね、血友病やその他のね、血液の病気についてのね、その啓発を行って、治療向上へのね、取り組みをね、強化することを目的とされています。そんな血友病ね、もう少しだけ詳しくお話ししますとですね、血友病というのはですね、遺伝性の血液凝固障害、出血した時に血が止まりにくい、固まりにくいなどでね、止血に通常よりも時間がかかるためにですね、出血症状が見られてしまいます。でこれはね、血液凝固にね、必要なタンパク質がないか、または少ないかために起こるんです。正常な血液の固まり方というのはですね、血液が固まるってちょっと怖い話なんですけども、血が出て血が止まるのに血液が固まる必要があるんですよね。でその正常な固まり方というのはですね、血液はね、通常は血管を通ってね、体中を回っていく中でね、静脈、動脈、毛細血管を通ります。でこれらの血管が破損されると出血が起こります。で出血というのはですね、皮膚の表面をね、切ってすりむいたりした時とかね、あとは体の中とかで、体の中とかあるじゃないですか、この表面じゃなくて中ね、中で起こって、多くの場合はね、その体、その血液が固まる過程であるね、凝固っていうのを経て、傷ついた血管をね、修復することができるんです。しかしですね、血友病の患者さんっていうのはですね、健常者と先ほどのね、普通の健康の人と同様にですね、止血の時にね、血小板でね、一時止血っていうのをね、して止血の工程には入るんですけども、実はね、その後のね、大事なね、二次止血っていうのがあるんですけど、その工程にね、問題がありまして、一次止血でね、その血管の破れた箇所にできる血小板のね、血栓の後にですね、今回の血栓はね、悪くない血栓のことですよ。でその血栓の後にですね、凝固因子という血栓タンパク質っていうのができているね、強力なね、フィブリン凝灰というのが作られていって、でさらにその止血が強力化するんですけどもね、血友病の患者さんはそのフィブリン凝灰を十分にね、作ることがね、できないんです。でもね、その血友病の患者さんがね、小さな切り傷とかね、引っ掛け傷を作った時はですね、深刻な問題になりませんけどもね、体のね、中やね、外にね、よりその重症のね、傷を受けた時にはですね、血管を修復するために十分に強いそのフィブリン凝灰をね、作ることができません。その時にはね、治療が必要になります。つまりですね、血友病の人はね、止血するのにね、普通の人より長く時間がかかるんです。で血友病はね、全身の様々な部位でね、出血しやすくなりますけどもね、血が流れてるようなね、目に見える出血よりもですね、青あざのようなね、体の中で起こる目に見えない出血、内出血っていうのがね、多いことが特徴的です。出血が起こりやすい部位はね、年齢とともにですね、変化するもののですね、特にね、関節の中とかね、あと筋肉の中っていうのはね、出血しやすくて、頭部のね、打撲によってですね、頭をゴツンで打った時によってですね、頭蓋内出血っていうのをね、起こすこともね、あるためにですね、転びやすいね、小さなお子さんではね、注意が必要です。で、起こりやすい出血としてね、先ほども言いました、関節内出血というのはですね、関節というのはですね、骨と骨とのね、間をね、靭帯やね、筋肉がつないで、その内側をね、滑膜っていうのがね、覆ってます。で、滑膜のね、内側っていうのはね、関空節と呼ばれていて、袋状になってね、関節の中の出血はね、この関空
接腔に出血するんです。で関節内出血はね、膝とか肘とか足首などでね起こりやすくてね、出血するとね痛み、腫れ、ね、熱感などのね症状をね生じます。出血の前兆としてね、ムズムズするなどというね関節に違和感が現れることがねあるとされています。で次にね、筋肉内出血というのはですね、筋肉を覆う筋膜と筋肉の間や、筋肉の中にね出血をしてしまいます。体を打ったりとかね、足をくじいたりすることで起こります。で出血してできたね血腫、血の塊がですね筋肉を圧迫するためにですね、痛み、腫れ、熱感で動きづらさとかね、を感じることがあります。これがねよくね青技ですわ。で大阪弁で言うたらね青担とも言いますけどもね、きっと地域によって、ね、いろんな言い方があると思います。話を戻しますね。でまたね、血友病の重症度はね、出血の回数とかね障害の過程で決まるもんではないんですよ。人の体ではですね、多くのね種類のね凝固因子が働いていてね、それぞれね大なんとか因子というようにね、番号ローマ字でね表記されています。そんな血友病にはね2種類ありましてね、第8因子が不足または欠乏したら血友病 A になります。で第9因子が不足したら、またはその欠乏したらですね、血友病 B と呼ばれます。血友病ではですね、第8因子または第9因子のね働き、活性がねどの程度あるかをね示すね凝固因子レベルによってね重症度が決まります。で凝固因子レベルはですね、パーセント表示で表されてですね、正常な凝固因子レベルというのは 50% から 150% で、血友病患者さんの場合はですね、凝固因子レベルはね正常値よりもずっと低くなるんですよ。重症の血友病患者さんやったらね 1% 未満しかないんです。で中等症やったら 1% から 5% 未満で、軽症では 5% 以上と、幅があるんですよね。だからこのね数字が低いほどね血がね止まらなくなるんです。で僕はね血液疾患でも、その白血病ではなくてね白血病になりましたけども、なんていうんですか、初期症状でね鼻血が止まらなくなった後にですね、全身に身に覚えないあざができまくったのでね、きっとねこのパーセンテージで言えばね重症だったと思います。普通に考えたらね異常ですからね、身に覚えのないあざなんでね。で今回はね、その血が止まらなくなって血病としてのお話をねしましたけどもね、僕の体にね症状が出始めた時に調べてたらね、同じようにそのあざができる市販病っていうのが出てきたんですけど、ただ血が止まらないというだけでね、先天性としてね血病がなかったし、まさかねその自分が白血病なんてね思ってなかったんですよね。なのでね、今回はほんまにその血友病でお話ししましたけどね、あざができたり血が止まらなくなったりするっていうのはね、すごいやっぱ血液疾患になってることが多いのでね、この症状が出たらですね、まずその異常なので必ずね病院に行ってください。そんな感じでですね、4月17日は血友病の日というお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。